はい、こんにちは。日本改革党豊島区議会議員、くつざわりょうじでございます。まこみこ様、お手紙いただきました。読ませていただきます。赤心報告女子様、佐川信行様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただき、誠にありがとうございます。佐藤信行様は、浦安支部長なんですけれども、別にいいっすからね、チラシ代は遠持ちとか、いろいろありますけれども、そんな、いいですんで、気にしないでください。ありがたく頂戴して政治活動資金させていただきたいと思います。参院選の公約予定なんですけれども、私のね、今すぐ廃止すべきが憲法9条、外国人生活保護、外国人実習制度、外国人留学生優遇、その他消費税は減税、スパイ防止法は欲しい、捏造報道には罰則を、 NHK スクランブルカー、漫画、アニメ、ゲームなど一切の表現規制に反対、などなどをチラシにしてですね、参院選で訴える予定なんですけれども、こちらに書いてないですね、女系天皇反対であるとか、夫婦別姓反対であるとか、移民反対、国防強化、外国人参政権反対、北方領土、竹島、拉致被害者の奪還などは当たり前ですんで、日本人なら当たり前ですんで、省略させていただいております。忘れているわけではありません。ここら辺に反対するやつは非国民ちゅうことで、よろしくお願いいたします。追加なんですけど、私は外国人の犯罪に対してこういう考えを持っております。こいっつってねえのに勝手に日本に来て、わざわざで日本人から盗んだり、日本人を傷つけたり、日本人を犯したりした外国人は侵略行為とみなして、侵略者であるとみなしてですね、軍事法廷で裁くべきだよなーって、思っております。これ仲間内で、例えばベトナム人同士で殺し合うとかですね、日本国内で中国人同士が殺し合うであるとか、盗み合うとかだったら、この限りではないですけど、日本人に迷惑かける、わざわざ来て頼んでねえのに日本人に迷惑かける、っていう行為はですね、軍事法廷で裁くべきだよな、あと量刑を重くしてね、あと懲役食らわせとですね、税金かかるんですよ。受刑者一人当たりなんぼかかるっつったかな、78万円だか年間ね、経費がかかんですわっていうようなね、もちろんですね、刑務所の建物を建てたりですね、建て替えたりメンテナンスしたりっていう費用も含まれるんですけれども、懲役食らわすと金かかっちゃうから、身体系がいいな、外国人はね、例えば指を詰めるであるとか、片腕もぐとか、量刑によって、まあ1年懲役1年だったら指2本とか、2年だったら手首から落とすとか、そんな感じ、足を揉むとかですね、まあ日本人よりは量刑重くして、死刑っていうのもありなんですけども、まあどっかこっかもぎってですね、こういうの身体刑っていうんですけど、すぐに強制送還し、二度と日本に来ることを認めない、そうするといいななんていう考えを私は持っております。差別だなんて言われるかもしれないですけれども、区別ですよこれは。わざわざ日本に来て頼んでねえのに日本人に迷惑かける、侵略だってこんなのねえ、なね、それが嫌なら日本人に迷惑かけに行きゃいいんだから、指もがれたり手もがれたりされたくないんだったら日本人に迷惑かけなければいいんですよね。そういう善良な外国人ならまあ来てもいい、思っております。
現立憲民主党岐阜県連顧問、元社会党衆議、元民主党参議の山下八洲夫79歳ってやつが逮捕されました。現職議員になりすまして新幹線のグリーン券、騙し取った、現職の国会議員は多段なんのがね、これ国鉄、旧国鉄 JR は、詐欺、誘引私文書偽造、および行使で逮捕されました。詐欺、79歳だからな。詐欺って執行猶予つかないの知ってました？詐欺はですね、確信犯で、確信犯で悪質だから執行猶予つかない。カッとなって殴っちゃったとかそういうことではない。こんな面してるやつはそうですけれども、顔見たことねえな。あとですね、帰化したやつ元は外国人であったというような情報もありました。衆議4期参議2期務めたベテラン議員だったみたいなんですけど、議員だったのは2010年までで、12年間はこやつ一般人ですね。今回たまたまバレましたけれども、余罪相当あんじゃねえかな。だいぶ切符騙し取ってんじゃねえのかな、疑いがあります。社会党民主党立憲って渡り歩いた帝国の敵であります。79にもなってね、クズな人間性は治んなかった、変わらなかったみたいで、立憲の現職国会議員を見てもですね、バカかクズしかいませんもんね。福山哲郎なんかはバカかつクズのような気がしますけれども、民主党から民民が抜けてですね、ますますクズとバカが濃縮された感があるのが今の立憲民主党であります。その立憲民主党の幹事長西村智奈美、会見で日本にプーチン大統領を作ってはいけないなどと発言。意味わかんねえ。こっちはバカとクズで言ったらバカの方ですかね。神奈川新聞に載っておりました。ネットの反応は何言ってんのこの人。じゃあ9条でロシア止めてこい、日本人バカにしてんのかこいつら。批判の内容がめちゃくちゃ、意味がわからないけど間違えてるってことはわかる。バカは議員やめろ。こんな議員が立憲の幹部だもんな。支持率 2% ぐらいになりそう。意味不明っていう意見が多かったでます。確かに全くの意味不明だ。会見すると独裁体制になるっていうのがまずわかんないんだな。どこがどうなってこうなるから独裁になるんだっていう説明も全くなしと。憲法守れって言いながらですね、法律は一切守らない共産党はですね、志位和夫独裁22年目だけど、共産党に独裁は許さないって言ってきたら、バカとクズのバカ部分が目立った発言でしたが、まあ西村幹事長がバカかつクズである可能性もありますね。幹事長がこの程度なんで、自民党は参院選曲げこねえな、安心しきってるんじゃないか、という疑いありますね。最新世論調査 TBS 内閣支持率 62.1% プラス 3% になりました。安倍総理は52.3 で横ばいだったんで、まあまあいい支持率ですよ。ネットの反応です。何もしてないのに参院選圧勝か。党内から頼むから余計なことするなよと。参院選控えてから自民党内からも余計なことすんなよ、失敗すんなよ、突っこけんなよいう圧力は、まあ、確かにあるでしょうね。何もしなくても野党が自滅してくれるので、メディアが安倍ほど叩かないから、何もしてなさすぎて叩けないから下がる要素がない、立憲がアシストしてるせいなんていう意見がありました。何もしてないからメディアが叩けないって言うけど、
岸田総理結構バカ発言してますよ。配当増税したい、投資を促進したい、どっちなんだっていう話であるとか、買い控えが起こるから、起きるから消費税減税は考えていないって言ってみたり、そんな買い控えなんて起きねえよ。例えばいついつから 8% にしますって言ったってね、まあ家とか車とかは買い控えあるかもしれないけど、米だの、パンだの、日々のガソリンとかは買い控えらんねえでしょ。消費せざるを得ないっしょ。こういうバカ発言結構あんですよね、岸田総理ね。だけども支持率が落ちないのは財務省が裏に行くからじゃねえかな。これは私の推測です。メディアに圧力かけて岸田総理叩くんじゃねえぞ。財務省が言ってる。で、自分らの傀儡である岸田総理を守ってると。財務省にしてみれば、洗脳が完了したね、完全な操り人形である岸田総理は、大事な大事な駒でしょう。クイーンか、飛車かって感じで守りたいでしょ。今失いたくないんじゃないですか。せっかく操り人形が総理になれたのに、メディア特に新聞社は財務省に逆らえません。どこの企業だって国税のガサ入れは嫌だし、低減税率で新聞 8% になってるでしょ。これ見直すぞって脅されたら死活問題ですもんね。新聞社が逆らえないなら、その子会社のテレビ局も逆らえないですよね。毎日新聞の子会社の TBS、読売新聞の子会社の日テレ、朝日新聞のテレ朝、あと産経新聞と富士、日経新聞とテレビ東京。まあ NHK もあれなんですけれども、テレビ局は岸田を叩きすぎて、高市さん、総務大臣経験もある高市さんだったら目も当てらんないですね。こちらは NHK がすげえ困って思います。中国には弱いが韓国には強い、河野太郎も嫌だ。祖国が弱っちゃうっていうことでテレビ局職員も嫌と、河野太郎総理は嫌と。以上全くの推測ですが、まあ、辻褄合いませんかこれ。財務省が自分の操り人形である岸田を守るためにメディアに言ってあまし叩くね、命令している。まあ少なくても会見でプーチンよりは整合性あると思うな。同 TBS 最新調査、専守防衛は見直すべき 52%、 見直すべきではない 28% に大差でした。そうすると分からない、どちらでもないって言ったやつが 20% なのかな。大体30% ぐらい分からない、どちらでもないがいるんで、ちょっとこれ TBS が数字嘘ついてるかもしれないですね。見直すべき 52%、見直すべきでない 18%、 分からない 30%、 まあこうじゃないかなと思うんですけども、ウクライナの蹂躙で意識が変わったのか、見直すべきではない 28%、それとも 28% もバカがいるんだな、嘆くべきなのか、という話、ネットの話です。 28% は認知機能どうなってんだ。攻撃された時点でこっちが壊滅し、反撃能力すら残らない可能性があるのにな。事実、核武装すれば侵略されない、先制こそ最強、左翼また負けたんか。専守防衛は路中長官のプロパガンダ、現代世で専守防衛は不可能、敵につけ込まれないだけの備えは必要と。事前に周到に、準備を済まして、全力の衝撃で敵無力化を目指す現代戦では、攻撃されてからでは反撃すんのが遅い、反撃できない状態になってる可能性が高い。何しろ全力で衝撃ですから。なので専守防衛っていうのは言葉だけの概念で、現実には今は不可能
昔ならありだったかもしれないけれども、青春派 AV 女優みたいなもんで現実には存在しないって認識してください。専守防衛見直すな 28% は全力で射撃とかを知らない無知のムッチじゃないかって思われます。こういうの知ったら考えも変わるんではないでしょうか。外国のスパイで革新犯で見直すべきでない、専守防衛、貫くべきなんて言ってるやつ以外は、こういうね、あの現代戦のやり方知ったら、ロシアが初撃で勝利をつかめなかったのは無能と情報不足によるものですね。なんだかね、ウクライナ国民はロシア軍を歓迎してくれるぐらい誤った情報をつかまされてたみたいですからね。古今東西敗戦の理由は情報不足か誤情報に帰結しますんでね。敵の戦力見誤る、とかですね、自分の戦力見誤るとかですね、我が軍は強いな、そんなことで願ったってね、世論世界情勢見誤るとかですね、プーチンが怒りそうな情報が握りつぶされて、上に届かねえんだからセルフツボサジキの自業自得であります。北方領土盗まれてる帝国としてはロシア弱体化できたら小国に分裂してほしいぐらいだというのが本音でありますね。52% が見直すべき、これ選挙なら完全に勝利できますね。だってわからない 28% は反対投票するかもしれないですけど、わからないとかどちらでもないっていう2割は投票いかねえんだから、有権者の過半数がそう思えばそうなりますよ。それが民主主義だしそうあるべき。改憲だって消費税の減税だって NHK のスクランブルだって実現可能ですよ、有権者の過半数がそう思えばね。そうはさせじと妨害してくる連中を冷徹に排除すべきなんだよな。デトックスジャパンすべきなんだよな。私もいつ癌で死ぬかわかんないんで無敵の人に誓いであります。私にお任せください。手伝ってくれる支部長募集、とりあえず東京地区で、その他の地区は参院選後募集いたします。これ亀戸での、演説した風景なんですけど、私目がすごい怖いです。やっぱね街頭で、外国人生活保護反対、私は声援も出したくねえわなんて言ってると、まあまあそういうね連中が殴りかかってくかもしれないから、周りを警戒しておっかない目になっております。メール当院の皆様は、画像をお送りしますんで、私のおっかない目ご覧になってください。セルフツンボサジキのプーチンがナチズム復活許すななんて声明出したみたいであります。ネットの反応です。お前が言うな、どの口が抜かすか、すでに復活してるぞ、鏡見ろ、今はプチズムの方が危険、お前が繊細そのものだろう、お前プトラーって呼ばれてんぞ、学校や病院まで攻撃してるお前が言うな、人々に戦争の再開をもたらしているのはお前だろう、たった一人のボゲ老人の妄想で国が破壊され市民が大量に死ぬ、壊れたレコードかバカの一つ覚えぐらいにしか聞こえなくなってきた。初期は NATO の拡大阻止が理由だったのにいつから変わったんだ。変わりましたね、そういえばね。ウクライナが NATO に入っちゃったら大変だ、隣国に脅威を抱えてしまうつって初期は言ってたのに、なんかいつの間にかナチズム、人々に戦果をもたらしたナチズムだから許すなって言ってるみたいなんですけど、張本人がこんなこと言ってへそが茶沸かしますね。一体何聞かされてんでしょうね。セルフツンボサジキプラス認知症っすかね。一体何を聞かされてたらこういうことを言うようになるんだろうか。ウクライナはネオナチ、日本はネオナチ、イスラエルはネオナチ、経済制裁に加担している63カ国はネオナチって言うとるんで、ということは
ネオナチ呼ばわりされた方がまともってことじゃねえのこれ。今ネオナチ呼ばわりされてない国は恥ずかしいことなのではこれ。まともじゃないってロシアが認定してるようなもんですから。中国とか北朝鮮とか韓国とかはまだ呼ばわりされてませんね。まあ、戦後ですね、こういう国は見る目が変わりますよ。まあ国力が弱すぎて相手にされてない国ももちろんありますけどね。アフリカ勢とか韓国とかね。そういうわけで、メール党員大募集であります。動画説明欄からご登録ください。日本改革党をご支援ください。よろしくお願いします。デトックスジャパン。